1号車川端選手 3.41、 2号車鈴木誠一選手 3.35、 3号車塚越選手 3.36、 4号車新井選手。10秒を切りました。ブルーランプが消えます。スタート3秒前、10レース予選スタートしました。ゼロ班のスタートは川端、鈴木誠一は下りで、その後ろから4番新井潤が行った。塚越はその後になりました。新井潤の速攻を2番の鈴木誠一は残して、そして攻めていく。後方から速攻7番の鈴木博一が上がってまいりました。現在4番手、早川聖太郎もついてきています。現在6番手です。後方6番の西村、最後方5番の山際慎介、先頭2番の鈴木誠一、近況好調ベテランが飛ばしていきます。2番手4番の新井潤が上がっていますが、その後ろから7番の鈴木博一が上がってまいりました。このレース鈴木が躍動するのか。8番の早川聖太郎はまだ6番手から5番手、残りは4周回となります。この辺りで早川も一気に2車を捉えて4番手上がりました。さあ前の4車が抜け出したか。6番の西村優太郎は後方です。先頭2番の鈴木選手がなかなか、これはいいペースで逃げているようです。2番手4番の新井潤がなかなか追いつけない。逆に後ろから7番の鈴木博一が2番手と仕掛けていく。この1コーナーで鈴木博一が2番手上がった。さあ鈴木の2人が先頭2番手、その後ろから早川聖太郎来た。早川聖太郎、鈴木博一の空いた懐へと突っ込んでいく。2番手と上がった早川聖太郎、残りは2周回、2周あればこれは十分な距離感。2番の鈴木選手が先頭も、8番の早川聖太郎を迫る。ここで捕まえそうだ。3コーナー突っ込んで早川聖太郎を先頭に抜け出しました。鈴木誠一2番手交代、鈴木博一が3番手、頂点までを鈴木の2番手争い、ブルーフラッグ。ここで鈴木博一2番手上がりました。鈴木誠一3番手交代、4番の新井潤がその後4番手、終盤戦は新井潤もだいぶ前との車間を地味にかかっていますが、どうやら4番手までがいっぱいか。先頭8番の早川聖太郎、ムーンライトの初日に500勝を達成になりました。では確定です。2連単87、1740円、2連複7と8の組み合わせ1680円、3連単872、3970円。ありがとうございました。